ニュストタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の、フルダに属す、町村である。この町は、東ヘッセンに位置している。ニュストタールは、ヒューンフェルトとヒルダースとの間の高度320メートルから580メートルのフォルダーレーン山地に位置している。ゴッドハルツ、モルレス、リンメルス、ジルゲスといった村落が、ニュースト側の谷に位置している。 これが、町名の由来となった。ホーフ・アッシェンバッハ、ミッテル・アッシェンバッハ、オーバー・アッシェンバッハといった集落は、ニュスト・川支流のアッシェンバッハ側の谷にある。ハーゼルシュタインは、ハーゼルシュタイン城市の麓、ハーゼル川沿いに位置する。ニュストタールは、北は、ラスドルフ、東は、ガイザ、南は、ホーフ・ビーバー、西は、ヒューンフェルトと境を接する。 ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年2月1日、それまで独立した町村であったホーフアッシェンバッハ、ミッテルアッシェンバッハ、モルレス、オーバーアッシェンバッハ、リンメルス、ジルゲスが合併して、新たな自治体ニュストタールが形成された。1972年8月1日に、州法の発行に伴い、ゴッドハルツとハーゼルシュタインがこれに加わった。 ハーゼルシュタイン上司ニューストタールの町議会は15、奇跡からなる。紋章の8つの玄武岩はニューストタールの8つの地区と玄武岩の産出量が多いことを示している。紋章中央のヘーゼルナッツは歴史的に重要なハーゼルシュタイン女王を暗示している。ニューストタール町には文化、音楽、スポーツ分野の数多くのクラブが存在する。ありがとうございます。